皆様、日本の少子化問題について考えたことはありますか？私はあります。今や出生率は 1.36。 このままでは日本人は滅亡してしまうのではないかとも言われています。一時は私がこの問題を解決しよう、バンバンやっていこうとも考えました。ですが、陰キャ小無精で童貞の私に女性は一切振り向こうとしませんでした。私は思いました。こうなったらイケメンしかない、日本の将来は顔だけで中身すっからかんのイケメンリア充に任せようと。彼らにもう生でバンバンやってもらい、この日本を救ってもらおうと。そう思った私は、日本性交協会会長特別執行命令として彼らに3つの許可を出した。あ、やりたい放題、やりたい放題、やりたい放題、いけー。今思えばこれは私の人生最大のミスだった。悔やんでも悔やみきれない誤算だった。あろうことかイケメンたちは自分たちの任務も忘れ出すだけだし、日本で年間18万件、1日約500件の中絶手術を起こし、罪のない赤ん坊の殺害を始めたのだ。ちなみにこの18万という数字は、日露戦争の死者数11万人、関東大震災の死者数10万人、コロナで亡くなった日本人3500人よりも多い数字です。毎年です。これは堕胎の3文字で片付く問題ではない。今お話ししたように、現在の日本の少子化問題、責任の一端は私にあると認めよう。だが、私は今日言いたい。イケメンリア充どもに言いたい。お前らが無責任にパン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 生でやるから、お前ら中絶クリーンアップが後先考えずに気持ちいい気持ちいいって中に出すから。赤ちゃん、やってるんだよ。